こんにちは。アトリエサロンにじろこ、虹の輪パステル教室のひろこです。いつもこのチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。こちらのチャンネルはパステルアートの描き方を楽しく、優しく、誰でも簡単に可愛く描けるっていう動画を配信しております。すべて私のオリジナルのパステルアートの描き方を詳しく説明しながら描いているので、ぜひ皆さんも一緒に描いてみてください。毎週土曜日の午後、まったりとした時間にお届けしております。こちら癒しのアート館虹の輪ギャラリー、もうね、すっかり皆さん覚えていただいてるかなと思うんですけどね、私の自己満足のコーナーになっております。パステルアートだったり、トールペイントだったり、アクリル画だったり、私のね、過去の作品から新しい作品までこちらで見てもらおうと思って紹介しています。私の老後の楽しみの一つになっているので、ぜひね、皆さんもちょっとの時間お付き合いください。それでは今日の作品を紹介したいと思います。今日の作品を紹介する前に一つ忘れてました。こちらね、虹ろこカレンダーの紹介です。こちら先週の動画でもご紹介したんですけども、いっぱいね、ご予約いただいております。本当にありがとうございます、今年はもう作んないかなって毎年毎年ね思ってるんですけど、なんとかね、こう自分にこう奮い立たせてやる気をね起こさせないとなかなかやる気にならないので、目標の一つとして今年も作りました。こちらの詳細は私の Facebook ページ、Instagram、ホームページの方から、こちらね、注文の仕方アップしておりますので、どうぞチェックしてみてください。じゃあちょっとだけなんですけどね、こちらのカレンダーね、ちょっとね、ちらっとお見せしたいと思います。こちら表紙なんですけどね、表紙トラさんですね。皆さん何年ですか？一緒のトラ年の人いるかな。私は来年年女なのでトラさんいっぱい登場します。1月はこんな感じ、トラさんね、書いてみましたね。2月、これはね、前にね紹介したいちごちゃんの絵です。何枚かね、今年描いた絵も入ってます。3月、ちょっと温かい可愛らしい絵にしてみましたね。4月、5月、6月、これも見たことある絵ですよね。こんな感じでね、ちょっと半分だけお見せしましたね。あとはね、ちょっとね、お楽しみなのであんまり絵全部見せてないんですけど、今日はこの中の、ね、絵を紹介したいと思います。最初に紹介する絵はこちらね。これが原画になります。こちらトラさんに乗っている妖精さん、赤い服を着ています。これは私ですね。赤いものはね、こう魔除けになるので、パワーがついてくる元気いっぱいのカラーです。こんな感じでね、新年を元気に明るく突っ走ろうと思ってこんな絵を描いてみました。こちら表紙になります。では今回はこのカレンダーの中からもう一枚ね、今ねクリスマスの絵を紹介しているので、一番最終の12月の絵をお見せしたいと思います。ではもう一枚、こちらがですね、虹ろこカレンダー2022の12月の絵になります。原画になります。こちらはね、背景がパステルで、妖精さんとトラちゃんはアクリル絵の具で描いてます。細かいパーツのとこもね、アクリル絵の具ちょっとだけ使ってるとこあるんですけど、ほとんどパステルです。パステルで描くとこんなね、優しいフォアっていう感じになるんですけど、こちらの作品ね、
私の生徒さんに見せたところ、あ、これ描きたい、トールペイントで描きたいなって言われたので、ちょっとね頑張って久しぶりに私も筆を取ってみました。見本としてね、昨日ねできたばっかりのほやほやの作品です。まだね未公開未発表のものです。はい、どうですか。こちらねアクリル絵の具で描いた作品です。トールペイントの技法でね描いているので、こんな感じで華やかな鮮やかな色合いになりました。図は少し描いているんですけども、このポインセチアだったりね、アーチ型のバルーンだったりね、こんな感じで楽しいクリスマスの絵を描いてみました。先ほどのパステルとこちらアクリルが全然ねイメージが違うと思います。またね比較してみたいと思います。はい、こちら2つ並べてみました。パステルで描いた方とアクリル絵の具で描いた方の作品になります。どうですか。全然違いますよね。はっきりした色合いと優しいふわんとしたね感じのイメージ、同じね図柄でもこんなにね見た目が変わります。皆さんね、どちらの方がいいかな。私ねすごいねこう時間かかったのでね、もうすごい疲れたんですけど、肩も凝るし目もしょぼしょぼなんですけどね、完成した時はねやっぱりねこう時間かかった分喜びも倍増します。なかなか忙しい時期なんですけどね、筆を取ってじっくり自分と向き合う時間、こういう時間大事かなと久々にね実感しました。早いもので11月も最後の週になってしまいました。来週からは12月です。もうね私もねタイヤスタッドレスタイヤに履き替えました。雪のね予報もちらほら聞くので、雪が降るとまたねずっと引きこもりになっちゃうんですけど、なるべくね体を動かしてね、あのエネルギーをこう燃やすように努めたいと思います。今回は虹ロコカレンダー2022、こちらの中の絵を紹介させていただきました。ね、原画とねまたねこうちょっと色合いが変わったりするかもしれないんですけど、ぜひねお手元にとって皆さんねこう楽しんでみてください、ね、今年のカレンダーはお花シリーズだったんですけど、来年のカレンダーはねちょっとね盛りだくさんバラエティに富んでます。面白い感じのねカレンダーになっているので、ぜひねみんなに見てもらえたらいいなと思っています。私のね心を込めて描いた作品が皆さんにねこう伝わるように、来年もね一生懸命心を込めて描いていきたいと思います。本当にねこの1年ありがとうございました。まだちょっと残っているんですけど、ね、簡単にご挨拶させていただきます。ではまた来週はクリスマスね、いっぱい作品あるのでもうちょっと続けていきたいと思います。トラさんの絵ともね描きたいっていうねご要望があります。パステル教室の方で紹介できるように頑張ってみますので、楽しみにしていてください。ではまた来週ね。バイバイ。